今日は久しぶりにヘヨン記号ドグフ問題をやっていこうかと思います。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。もうすっかりね、4月に入りましてということで、まあいろいろ去年今年とありますけども、新年度を迎えたというふうな感じになりましたけど、皆様ね、どうお過ごしでしょうかね。もしかするとね、新たなね、年度ということで、まあ楽器を始める方もまたいるんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ今日はね、ドグフ問題というふうなことで、まあ冒頭にもね話しましたけども、まあ久々のね、ヘヨン記号を読んでいこうというふうな回なので。もしかするとね、まあ、初めて見に来られている人っていうのはね、少ないかもわかんないですけども、まあ、このチャンネルね、まあ、よく話してるんですけども、まあ、ベースのね、本質的に迫る話をしていこうということでですね、まあ、最終的には近い将来としては、やはりね、ポピュラーミュージック、コード譜からベースラインをどのように作っていけれるのかというふうなことがね、まあ、瞬時に分かってコード譜からいろいろ弾けれるようになるというのが、まあ、一応近い目標にしてもらいたいなと思ってるんですけど、まあそれと同時にですね、やはりベースと言いますと、やっぱりどうしてもバンドの要になることが多いので、まあリズムなんかもね、しっかり適当に弾くわけではなく、あやふやにやるわけではなく、きちんと理解して弾いていきましょうという、まあ込み入った細かい話をね、噛み砕いてこう作っていこうっていう、チャンネルなんですけども、初めての方ね、よろしくお願いします。あまりいないかもわかんないですけど。で、今日やるのっていうのは、まあ単純にヘヨン記号を読んでいこうというふうなもので、まあ、僕がね、しばらく前に制作した、まあ、もともとはね、その、クラシックのね、コントラバスのね、本をね、元に参考にして、いろいろちょっと改良したりとかして、あとは、まあ、レベルごとに分けたりとかしてですね、まあ、やりやすいような感じで、まあ、もう一度制作し直しているような譜面を使っていくんですけども、まあ、ヘヨン記号をね、実際読んでいく、まあ、タブ譜を読んでいくとかっていうね、その音符を追いかけていくっていうのは、まあどちらも、どっちかというとね、このポピュラーミュージックは本意ではないわけです。今さっき話したようにコード譜で、まあ弾けれるようになっていくというのがやはり醍醐味なので、まあそこが重要なポイントでもあるので、まあ大事なんですけども、まあただね、やはりそのヘヨン記号とね、今さっき話したタブ譜というものっていうのはやっぱ決定的に違うものっていうのは、やはりその、ヘヨン記号というものはやはり音楽の用語だとも思いますし、まあ、具体的に音というのもわかりますし、もちろんね、押さえていく指板のどこに何の音があるのかっていうのは、やはり覚えていないとコード譜というふうなものでベースラインを作っていくのもわかんないですし、もちろんコードに対してね、何度何度っていう、明日もね、ちょっと込み入った話をしようかと思うんですけども、まあそのね、このコードに対して、その音が実際何度の音なのかとか、まあ、もっと言うと曲のキーに対してそのコードは何度なのか、どういう役割をしているのかっていう風なのを、まあ実際探していくの、探していくものっていうのも、やっぱりそのね、頭の中で考えたり、なんか紙に書き出してね、考えたりとかっていうだけではなく、やっぱり一番としては、楽器を使ってね、ご自身の楽器を、まあ皆さんね、ベース弾かれてると思うんですけど、もちろんベースじゃない人はね、ギターの方はギター、ピアノの方はピアノ。ね、ベーシストの人がピアノに置き換えて考える必要も僕はないんじゃないかなとも思いますし、まあ自分の楽器でね、わかるということが大事になってくると思うんですよ。で、その時にね、やっぱりそのタブ譜で3とか4とか追いかけてると、その音の本質というものがまあ見えてこないわけですよね。なので、まあ今回ね、やっていくその、ヘヨン記号を読んでいこうというのは、まあこのヘヨン記号を読んで何かをしていこうというのが、まあ本質ではないんですよね。ゴールではないんですけども、例えばリズムの練習をしたりとか、今さっき話したようなその音楽的役割であったりとか、そういうふうなね、本質的なものをサポートしていくものとして、必要になってくるものだと思いますので、まあ練習のね、補佐的なものとして、やっていっていただけるといいかなと思います。なのでね、もちろんね、このクラシックの本にはね、今日もね、教えてた人を話してたんですけど、僕はね、コントラバスのシマンドルという本が終わったら、チェロのドッツアワーという本もやってたんですよね。まあ、ジャコ・パストリアスさんが、よくやってたという噂の本らしいんですけど、チェロのね、もうほんと開けたらね、真っ黒の本も16分音符とか6連符とかいっぱい書いてある本なんですけど、まあそういうのを僕は結構読んでたんですけど、まあね、どうしてもね、譜読みするだけになっちゃうとね、まあそっちにね、時間が取られてしまうとね、ちょっと本質から外れてしまうことにもなりますので、まあそんなにね、すごい時間が取れるとか、もっともっと音楽勉強していきたいよって人はね、そこら辺もしっかりやっていただけるといいかなと思うんですけど、まあまあそのコード譜でね、読むということを、まあ念頭に、まあ趣味でやられてる方というかね、まあお時間が限りある方とかは、
まあ、補佐的にね、やっていっていただけたらいいかなというふうに思っている次第でございます。で、今日は、具体的に僕が、販売している、まあ、下にね、ノートという外部リンクのところから、今日出る譜面っていうのは、全部、映せれるようにしてます。で、今までも、リーディングエクササイズというのは、何回かやってます。上に上げておきますね。で、まあ、そのものの、一番最初はね、超初級編みたいな感じで簡単なのをやったんですけども、まあ、今回は、それの、まあ、大きなカテゴライズの二つ目ということで、それの全部で6個ずつあるんですけども、それの今日は3番をやろうかと思います。2番はもうちょっとすっ飛ばしているので、で、今日はね、動画でやる分に関しては、僕もね、こうちっちゃくくり抜いて、上にとかに譜面きれいに見えやすいように出していきますので、まあね、動画だけで完結したいっていう人は、それでも全然大丈夫です。で、もし、興味があるとかね、もっとね、具体的にね、こういうような感じで PDF から、ファイルに、紙にプリントアウトもできますので、もし興味があるよっていう方はね、これもちょっと忘れましたけど、安く売ってますので、下のね、説明欄のところから、ノートという外部リンクから、購入できますので、もしよかったら見ていただけると嬉しいなと思います。なんかね、その読んでく価値みたいな、なんていうか、記事みたいなのはただで見れますので、もしよかったら見てみてください。で、もしよかったら購入していただけると嬉しいなと思います。で、まあ最初にも話した通り、こんな感じでね、まあベースにまつわる本質的な話をたくさんしてきております。全部のまとめたリストも上に上げときますので、もしリズムとか音を覚えるシリーズとか、今日の問題は一定数難しいので、興味がある方はね、そちらから見ていただけると嬉しいなと思います。そして、合わせてね、もし、チャンネル登録まだお済みでない方は、何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして、ためになったなとか、面白かったなと思っていただけた方、何卒グッドボタンもよろしくお願いいたします。で、今日はね、まあ、1個の問題だけ取り上げるんですけど、まあ、リズムをね、どうしましょうかね、3種類ぐらい、テンポ3つぐらいに取り上げてやろうかなというふうに思っております。まあ、そんな感じで、よろしくお願いします。では、行ってみましょう。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。では、ここからはね、楽器を持ってやっていこうかと思います。で、いつもながらなんですけど、今日もメトロノームを使っていきます。テンポは80、100、120ぐらいでやろうかなと思います。前置きのね、話も結構、まあ大事な話なんですけど、ちょっと長くなってしまったので、ここからはサクサクやっていこうかなというふうに思います。まず80からやりますね。では、譜面をいつも通り僕をちっちゃくして、上のあたりにね、2段ずつぐらい出せれるようにします。出してみます。ほい。出てきました。まずですね、2、4、ロー、ハ、今回は32小節一括りの問題になっております。のうちの上2段出てると思うので、見てみてください。で、まあ、この手のね、独譜問題の話をすると、いつも話をするんですけど、この調合というものが上に出てきております。調合とは何かというと、ヘ音記号の横っちょに書いてある。今回の場合だと、フラットが4つついております。ついてる場所は B のところが B フラット。それから E のところが E フラット。A のところが A フラット。D のところが D フラットになってます。なので、今回のものっていうのは途中に臨時記号は出てきませんけども、全部の音域に対して、この今さっき言った4箇所のものはフラットがつきます。ちなみに、この4つのフラットがつく場合っていうのは、キーが何だったか。今回メジャーキーなんですけども、何メジャーになるのかっていう話なんですけど、それに関しては、調合とかの話とかも上で、上げときますので、そのフラットが何個とか、シャープが何個つくと、どういうキーになるのかとか、それをどうやって探すのか、楽器を使って、ベースを使って探す方法とかの話もしてますので、そちらも合わせて見ていただけると嬉しいなと思います。では、80から早速やっていこうと思います。で、ポジションに関してはね、いろいろ選択できると思うので、ご自身で考えてやってみてください。僕が押さえてるところを動画で見て弾かなくてもいいです。音をきちんと覚えることが、まず大事ですからね。そんな感じでやっていこうと思います。ではやってみます。1、2、3、4。
どうもです、いかがでしたでしょうかね。まあ一番ゆっくりのテンポですけども、結構ね何気にまあ四分音符だけですけども音もいろいろ変わりますので、あとキーもね難しいので、まあ、ちなみにねこれ A フラットメジャーキーになりますけども、まあちょっと難しいのでね初見では厳しいなと思う方も多いんじゃないかと思いますけども、いろいろね読んでやっててもらえるといいかなと思います。で、ちなみにねこれキー A フラットメジャーというふうに話しましたけど、まあ、特にね今回はコードが書いてあるわけじゃないのでダイアトニックとかそういうふうなものは意識するべきものじゃないのかもわかんないですけど、一応ねダイアトニックとか理論的な話も上に上げておきますので、もしよかったら合わせて見てみてください。ではテンポ100でやってみます。One, two, three, four. ではね、そのまま続けて、120いってみたいなと思います。まあ、これもね しばらく前に書いたものなので、まあ、ほぼ初見みたいな感じなんですけども、慣れない人はね、何度も練習してあげてください。で覚えちゃうというよりもね、なんか譜面も追いかけられるようになって、こっちもこっちも同時にうまいこと見れるようになると、なおいいんじゃないかなと思ってます。では最後に120いってみたいなと思います。いってみます。 1,2,3,4ありがとうございました。お疲れ様でした。どうだったでしょうかね。ちょっと久々に読譜問題をやるということで、まあね、パッとできた人もいれば、ちょっと苦戦した人もいるんじゃないかなと思います。で、最初にもね、話しました通り、まあ一番メインの練習ではないですけどね、なんか気晴らしにちょいちょい読んであげるといいんじゃないかなと思います。本格的にね、プロになりたいとかっていう風な感じで習いに来てる人とかっていうのは、結構ねこの手の読本問題も並行してやってもらったりすることが、もっとね膨大な量をやったりするんですけど、
僕もね、教えるときにね、こう一緒に横で弾くんですけど、その練習をしてるわけじゃないのでね、常にね、まあ昔練習したものとはいえ、常に初見の気持ちでやらなきゃいけなくてね、まあこれなんかより全然難しくて、もっとテンポが早かったりするので、まあガッとね、集中してね、なんか集中のゾーンに入ったなっていうのが、自分でもわかるときがあったりしてね、まあそれはそれでまだ気持ちがいいものであったりとか、結構ね、この読譜問題ってね、なんていうかこう、例えば、前も話したかもわかんないですけど、ちょっと練習するのに、例えば5分10分ではね、こうポッと集中して終わらせれない練習ってあるじゃないですか。例えば4ビート、まあ、4ビートが弾けれるようになってきたらね、パッと弾いて5分10分弾いて、はい終わりっていうこともできると思うんですけど、やっぱりね、ちょっと時間をかけないと温まらない練習ってあると思うんですよね。でもね、こういう読譜問題だったりとか、まあもちろんホビーとかポッと弾ける人だったりするとね、5分10分でもこう、5分10分しか時間が取れないなと、なんか次の予定が5分10分しか後には出なきゃいけないんやけど、ちょろっとだけできるなみたいな時にですね、やっぱりその僕が大事やなと思ってる一つがですね、5分しかないというふうに考えるのではなく、5分もあるというふうに考えて、その時にできることをね、パッと気分だけ切り替えて、まあ例えばこれ1回やる、120回でパッと集中してやると、で終わりって言って出かけるとかいう風な感じで、まあその時やれることみたいなのをね、つどつど気持ちを切り替えてやっていくとね、上達もいい早くなるんじゃないかなと。そしてまあ、ね、言葉でもありますようにね、塵も積もれば山となるという風に言いますので、まあそういう風な感じでね、練習僕は取り組んでいます。なのでね、もしね、まあ曲とかやってたりとかね、本質的に4ビートやりたいなと思っててもですね、こういう風なことをね、ちょろちょろっとね、間にやっててもらうとね、理論だったりとか、4ビートのものをね、実際理解して弾いていったりする時の、バックアップというかね、後押しといいますか、こう補助的なものとしてね、すごく力になると思いますので、なんかね、こういう問題もね、ちょいちょいたまに暇を見つけて、やっていこうかと思いますので、もしよかったらね、ぜひチャレンジしてみてください。で、譜面はね、下から打ってますので、これね、シャープ2の3と今回になってますけども、まあシャープ1と書いてないですけど、一番最初のものがもっと簡単なものもありますので、でその動画もね、最初に上げたリストとかに載ってますので、もしよかったらね、そちらもまだの方はチャレンジしてあげてください。そんな感じでね、今日は、ちょっとね、いつもね、最近ね、30分とか長い内容になってましたので、濃い内容になってましたので、この辺にてね、今日はサクッと終わりにしようかなというふうに思っております。で、もしね、今日初めて、見に来られた方、チャンネル登録まだお済みでない方は、何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それからですね、もしよろしかった、よかったなとか、ためになったとか思っていただけた方、何卒グッドボタンもよろしくお願いいたします。明日はね、ちょっとね、また長くなりそうな内容をやります。裏コードの説明をやろうかと思いますので、お楽しみということで、また皆様にね、お会いできる日を楽しみにしております。では、今日もありがとうございます。失礼します。